世界観で言ったらとても今までのバイオハザードと違ってシチュエーションが多いんですよね。村とか城とか、まあ、いろいろあのシチュエーションが多いんで、まあ、そういうところのバリエーションだったり、幅みたいなものを新キャラですもんね。だからね、なんでしょう。言うて結構人が多いゲームなんですよ。序盤はガナードだったりとか、まあ、出てくる敵も相対するものもこっち側も全部人間なんですよ、ね。っていうのもあるんで、もうちょっとクリーチャーなホラーが欲しいっていうのと、あと今回そのイルミナス教団とか、まあ、そういうなんですか、ね、邪教徒のコアさロスイリューミナドス教団とか その敵のちょっと宗教的なホラーのモチーフをもう少し入れたいっていう話があったんで、まあ、そういうところで、まあ、そういうのを入れるのはどうだろうっていうので、まあ、いうところからスタートできてはいます。 でも普通のゲームだったら牛の頭をした敵って何でしょうね、ミノタウロスというか牛の頭をしたクリーチャーになっちゃうと思うんですけど、うちの場合はどっちかというと牛の死体の頭をかぶらされてる、もしくは意図的にかぶってる狂人っていう風に作ろうとはしてますね。